皆さんこんばんは。明るくマニアック、指揮作曲分筆 YouTuber の徳岡です。つくづく思うんですが、時々爆炎系と呼ばれるものがありますよね。これかつてはあまり聞かれなかった言葉だと思う。少なくとも21世紀前後から認知され始めた表現だと思うんです。スベトラーノフが凄まじいチャイコフスキーを演奏しても爆炎という表現がされたかどうか、ちょっと私覚えていません。ところが最近ではこの言い方、一つのジャンルを作るほど主流になりましたね。私の見聞きした範囲ですと、ロシアではゴロバーノフ、あとナクソスで出ていたエンリケ・バティス式のレスピーギのローマの松、とにかくダイナミックスが誇張されていて、テンポはまあこの場合は速い方でしょうね。際立ってテンポが遅くて爆炎系ってあまりないような気がする。さあ皆さん、こういった演奏お好きですか？爆炎と言われる演奏の中でも有数のもの、その典型的なものっていうのを私あまり知りませんので、ごく限られたものしか聞いていないんではっきり言えないんですけれども、私個人の聞いた範囲ではあまり好きではないですし、進んで聞こうとも思いません。そもそも何をもって爆炎系というのかという問題もあります。例えばトスカニーニの激しい厳しい統率でピシッとしたしすぎた演奏はどうなのか、フルトヴェングラーの凄まじい加速テンポを聞くことのできる対戦中のベルリンフィルの演奏は爆炎と言っていいのか。今ローマの松と言いましたけれども、この曲で言えばパリでのチェリビラッキのあの掛け声入りのあの素晴らしくコントロールされた高揚を聞かせる演奏は爆炎とは違うのか。どんどんかけ離れているような気もしますが、晩年のバーンスタインが聞かせたあのフィナーレが20分近くかかるチャイコフスキーの悲奏は爆炎系なんでしょうか。どうも今一つ違うような気がする。これ今回ぜひ皆さんに教えていただきたい、ご意見を伺いたいんですけれども、どうも爆炎系ともてはやされているものを聞いてみると、私には少々デリカシーのないものが多いような気がする。演奏って様々な工夫ができます。確かに100年200年300年と演奏され続けてきたクラシック音楽の主要レパートリーも今我々は繰り返し演奏し続けているわけですから、私の師匠であるネーメもパーボも常に演奏に際し新鮮な表現アイデアを盛り込めと言うんですけれども、これにもやはりバランスというのが大切になってくる。いろいろな考え方があっていいと思うんですけれども、やっぱり美感をはみ出すような演奏はどうかな。あとマロさん風に言うと、商品にならないような演奏というのはちょっとねえということになる。これも考え方はいろいろですよ。私打楽器を勉強していましたから、今でもオーケストラの中での打楽器の効用にはかなり気を使いますし、凝りもします。あのグロッケンであっても使うマレットが金属製なのか硬いラバー製のものか、シンバルにしても大きさで音色や高低が変わってきますし、サスペンション吊り下げ型のシンバルの場合2枚一緒に鳴らしてもらうこともできる。ティンパニーでも、例えば薄木先生のフィルハーモニア東京にいた時、山口十郎先生がブラームスの1番のフィナーレ、1番の決めどころのあの勝利のファンファーレですね、あの部分で一つのティンパニーを左右両手で叩いておられた。これ強烈な音が鳴るんです。そして時にはドとソの音、それぞれ2つのティンパニーでチューニングをして、これまた右手と左手で2つのティンパニーのドを叩く、2つのティンパニーのソを叩く、こうして豊かな音色を鳴らしておられたのを私間近で聞いていました。こういうニュアンスだとか表現方法とかいうのも、もしかしたら爆炎ということになるんでしょうか。我々普段コンサートや CD を聴いて良し悪しや好き嫌いを判断していますけれども、無意識のうちにその演奏のテンションや信憑性というのを判断してるんですよね。一回聴いただけで記憶に刻み込まれる流行歌とは違って、クラシック音楽は作り方も構成もずっと複雑ですから、もちろん自分の波長に合うものというのはあると思います。となると、どこまでその演奏に説得力があるのかということにつながってくる。その演奏ぶりに正当性を感じさせるだけの説得力があるのか、それとも違和感を感じさせるほどに誇張が溢れ返っている、それが不自然なほどのダイナミクスや打楽器、金管楽器の音量の誇張、そして普段あまり聞かれないくらいの極端に速いテンポといったものが特徴として挙げられるようですけれども、私自身はそれがあまりに表立って聞こえるものは好きではない。面
白いなと思っても繰り返し聞いたり、これも曖昧な言い方ですけれども美しさを感じるかどうか。クラシックって古典という意味と格式という意味があります。説得力のある演奏をするためにはやっぱり演奏の上での常識とか伝統というものも理解しておかなければならない。全くの向かって流っていうのはありえないのではないか。すいません、これ残念ながら私の言葉ではありません。 NHK 交響楽団コンサートマスターのマーロさん、篠崎文則さんの言葉です。とはいうものの、ベートーベンの交響曲や弦楽四重奏なんかであっても、ベートーベン自身が指定したメトロノーム記号を正しく演奏すると、それだけで普段我々が聞き慣れている常識テンポに比べると爆音系に聞こえてしまいかねない。作曲者の意思とは別に長年の間に演奏者の側で定着してきたテンポっていうのもあるんです。楽譜に書かれている音符を無理なく音にできて、メロディーが歌いやすく、アンサンブルを作りやすい、そういうテンポってあるんですよね。それはそれで説得力がある。で、爆音系の多くってそれを乗り越えたテンポを聞かせたりするんですけれども、それによってもしも演奏の魅力が増すとしたら、まずノリの良さというのがあると思います。速いテンポは生き生きとした感覚につながりやすい。これもいろいろです。テンポが速くてもリズムが上滑りしている演奏では快適なフィーリングには感じられない。反対から言うと、遅いテンポであっても心地よいビートで演奏されたものっていうのもある。まあそれは今回は触れません。さて、いろいろお話ししてきましたけれども、今日はこの演奏を取り上げたいと思います。はい、ようやく今日のテーマ。ヘルマン・シェルヘンが亡くなる前の年、1965年1月から4月にかけて、最晩年にルガーノ放送管弦楽団を指揮したベートーベン交響曲全9曲のライブ演奏、ステレオ録音で残されているものです。ああ、とうとうこれに触れたかと思われる視聴者の方もあるかもしれません。それだけ注目され話題になったキャラクターの濃い演奏なんです。聞き方、見方によれば、ひょっとしてこれも爆音系と言えるのかもしれない。新鮮でインパクトがあって、かなりの問題点があるにもかかわらず、あのシェルヘンがこんなベートーベンを演奏していたのかと、聞き手が目を見張るような演奏です。1990年に初めて CD がリリースされてから、未だにコアなファンの間で聞き継がれている演奏、ユニークなベートーベン交響曲全集です。ヘルマン・シェルヘンですが、1891年にベルリンに生まれ、ビオラを学んでベルリン・フィルに在籍したこともあった。そして1912年にシェーンベルクのピエール・リュネール、月に疲れたピエロの初演を指揮して指揮者としてのデビューを飾ります。その後は同時代の音楽、新しい音楽、現代音楽という方もしますけれども、これに理解を示して、エドガー・バレーズの砂漠の初演を指揮したのもシェルヘンで、これは録音も残され CD になっています。そもそもこのターラというフランスのヒストリカルのレーベル、フルトレングランをはじめ数々の興味深い録音を発掘、CD 化したレーベルでしたが、これはこのシェルヘンの娘、ミリアム・シェルヘンとその旦那さんだったフネ・トレマンが創設したレーベルだった。なのでターラからは数々の知られざるシェルヘンの録音が CD として発売されたわけです。はい、この録音、日本では1990年8月と9月、2回に分けてワーンメディアというレーベルの制作、実際の販売はポリドールという形で日本版 CD が登場しました。それまでは海外のレーベルで出た様子はなくて、ただ第5版破綻調交響曲の演奏とリハーサルが他のレーベルからも出ていましたね。今はもう再発売がいろいろ繰り返されていると思いますが、そもそもの発端はこの1990年8月9月の国内版でした。ただこれ発売当初それほど話題になったかどうか。ヘルマン・シェルヘンといえば、以前この動画でお話しいたしましたけれども、アルバン・ベルクのバイオリン協奏曲の世界初演をウェーベルの代役として指揮した人物。これに限らず現代の音楽、同時代の音楽に理解を示し、熱心に演奏を続けた指揮者です。例えばこの壮絶なシェーンベルクのモーゼとアロン、これもシェルヘンが亡くなる1966年の上演ライブです。さてこの CD、 私自身リアルタイムでショップに並んでいるのを見かけました。国立の富士見通りにあるアポロさん、ここで私音工音大大学院にかけてよくレコード CD を買ったんですけれども、ここの餌箱でこのグリーンのラベルがずらっと並んでいて、このシェルヘンのベートーベン交響曲全集がバラ売りされていた。さてちょっと昔話になりますが、私がシェルヘンの名前を知ったのはこの本でした。蓄音機100年、1977年10月発行、私小学校1年か2年
だったかな、そんな年でしたけれども、当時から蓄音機や SP レコードの類が大好きでしたから、父親がこんな本を持って帰ってくれたんですが、エジソンが蓄音機を発明してから100年という年で、その関連のレコードヒストリカルの復刻もいろいろ行われましたよね。でこの中で村田武雄さんがストコフスキーを中心にいろいろ書いておられるんですけれども、なぜかここにヘルマン・シェルヘンの写真がある。これだけ大きな写真が使われているんですが、実際にはこの中ではシェルヘンについては1951年にマーラーの1000人の交響曲が LP レコードとして録音され発売されたという記述だけなんです。はい、こうして小学校2年生の私、シェルヘンという指揮者を知った。おそらく往年の大指揮者の一人なのだろうと想像はできましたけれども、この後クラシックレコードをあれこれと聞き始めた、買い始めたのは小学校4年生の時でしたが、さてその頃国内版で出ていたシェルヘンのレコードなんてまずありませんでした。なおさら1980年当時名盤戦に挙げられるようなシェルヘンの代表的レコードってありませんでしたよね。往年の巨匠といってもトスカニーニ、フルトヴェングラー、ワルター、メンゲルベルクといった人気アーティストはさておき、初期 LP 時代の演奏というのは一旦その存在意義を終えたような時期だった。そしてやはりシェルヘンといえば現代音楽を得意にした指揮者でしたから、そのシェルヘンがバッハからベートーベンから結構幅広いクラシックレパートリーを演奏していた、レコードにしていたっていうのはなんだか不釣り合いにも感じられた。1980年代に入ってウェストミンスター版がワーナーパイオニアから再発売されるようになって、その中にいくつかのシェルヘンの演奏がありましたね。私中学生になっていていくつか聞いてみたいなとは思いましたけれども、実際に買って聞いてみるところまではいかなかった。そして完全に CD 時代に入り、このベートーベン交響曲全集が CD として発売された。そして私この本でシェルヘンのライブ演奏によるベートーベンに関心を持った。はい、宇野広報さんの交響曲の名曲名盤、1991年12月初版発行、この中でベートーベンの交響曲9曲のうち2、3、6、8の4曲でこのシェルヘンのライブ演奏を紹介されています。今こうして眺めてみますと、これバランスとして多すぎなのではないかという気もするんですが、確かに挙げられている4曲はこの全集の中では出来栄えの良いものだと思います。これで興味が湧いて、まず私この3番英雄を買って聞いてみました。私のつけていた購入台帳によりますと、1993年2月20日の土曜日のことです。国立富士見通りのアポロで一緒に MCA レーベルで出ていたシェルヘンのモーツァルトのレクイエムも買っているんですね。でこの英雄を聞いてみたところ、確かに鮮烈な演奏だった。これには驚きました。それまでなんとなく出来上がっていたシェルヘンという指揮者のイメージを覆すものでした。この生き生きとした運び、早めのテンポ、それだけではなくてその演奏ぶりが非常にテンションが高くて、演奏中にシェルヘンがオーケストラに向かって掛け声を上げてる。結果非常にエキサイティングな、良い意味でハラハラする演奏になっている。レコードのための演奏録音では聞くことができない魅力があると思いました。でどうやらこの傾向は3番英雄だけではなくて、この時の全9曲の演奏に共通する特徴らしい。ここで確かに興味が湧いたんですが、その続きとしてこの他のシリーズを聞くことがなかった。ようやく全集ボックスを買ったのはすでに山の楽器製作のレーベルになっていて、 CD5 枚組でなんと5000円という当時の CD の価格帯からすると相当にお買い得のフォーマットになってからでした。さあここでようやくこのシェルヘンの熱気活気のあるベートーベン演奏を全曲聞くことができた。とりあえずこの全集についての事情をちょっとだけ解説しますと、このベートーベンの交響曲全曲、1965年1月から4月にかけて6回に分けてスイス・ルガーノの放送オーケストラが演奏したものです。1965年1月8日に1番2番、2月12日に3番英雄、2月26日に4番5番、3月12日に田園、3月19日に7番8番、そして4月5日に第九合唱付き。
こうしてみると当時ヨーロッパの主要放送局で行われていたラジオ放送のための公開収録で、この時はシェルヘンによるベートーベンの交響曲全曲チクルスだったんだなということがわかりますが、これがとんでもない演奏になったのはどうしてなのか、いろいろわからないこともあるんです。私ネットで見た記事では、亡くなる前の年のシェルヘンがこのベートーベンチクルスの演奏に際し、ベートーベンの指摘したメトロノーム数字を忠実に再現しようとしたというものがありましたが、これも本当なのか出典がよくわからない。この演奏に際しての資料エピソードなどをご存知の皆さん、ぜひコメント投稿をよろしくお願いいたします。さて、これからこのベートーベンの交響曲1曲ずつ聴いていくわけですけれども、一つ興味深いのは、1951年から54年にかけてシェルヘンはすでに複数のオーケストラとレコード用にベートーベンの交響曲全曲を録音している。 LP 初期の時代に作られたものなんですが、これが皆さん想像されるように、こちらの1965年のライブ演奏とは全く違ったスタイルの演奏なんです。やはり最大の違いはテンポ、そしてテンポとは別のオーケストラからの音の勢いですね。これが全く違う。そしてこれはレコード録音とお客さんを前にしたライブ録音といういつものパターンよりもさらに開きがある。明らかにこのルガーノ放送のライブ演奏は演奏にあたっての意気込み、取り組み方そのものが全く違ったものになっています。で、あえてこの点を先にお話ししておきたいんですけれども、後ほどたっぷりとこの演奏の面白さ、良い面をお話ししますので、あえて最初に今回私が久しぶりに聞いてちょっと驚いた点についてお話ししておきたいと思います。過剰に褒めるばかりの動画ではないということで、先にこれらのことをお話ししておきたい。かつてはこの録音ほうほうと喜んで聞いてたんですけれども、私この英雄久しぶりに改めて聞いてみて、出だしの3小節目4小節目でギョッとしてしまった。最初のミーソーミーシのチェロの音程、皆さんちょっとこれ聞いてみてください。お分かりになりました？実は最初のテーマはチェロだけなのに、コントラバス奏者の誰か一人が一緒にチェロのテーマを弾いてしまっている。これどういうミスかと言いますと、チェロとコントラバスのパート譜って一緒にまとめられているものが多い。バロック時代ですと、もうチェロとコントラバスで低音とまとめられていたんですが、ハイドン、モーツァルト、ベートーベンと時代が下るに従って、チェロが独自の動きをする。コントラバスとは違う旋律を弾き始めるようになる。これも響きの拡大と言いますか、オーケストラの音作りの上での発展なんですけれども、パート譜ではやはりチェロとコントラバスが一緒に書かれているものが今でも多い。しかし第一テーマはチェロだけですよね。そこでパート譜にはここはチェロだけだよとちゃんとこう VC ビオロンチェロという指示が書かれているんです。反対に言いますと、これ見落としやすい。ただリハーサルを重ねたはずのシェルヘンの元で演奏しているプロオケがこんなミスをしている。微笑ましくはあります。ただちょっと今現在ではプロオケのコントラバス奏者がこんなミスをすることはまず考えられない。それ以前に今では我々この第一テーマはチェロによって演奏されるというのを知識として知っています。それが我々の耳にも残っている。すいません、こうした初歩的なうっかりミスがあるからといってこの演奏の意味合いがどうこうということではないんですが、これ一つとっても当時の第一級のオーケストラとはちょっととした違いがあると言わねばならない。しかもこのミーソーミーシのチェロの音程かなり怪しいです。もう一回コントラバスのミスとチェロの音程聞いてみてください。はい、こういう小さな問題点はありますけれども、確かにこの演奏1950年代のシェルヘンのレコード用演奏とは全く違う表情を持ったものです。さあ、それを踏まえて1965年、亡くなる前年のシェルヘンがかつての演奏のイメージを覆すベートーベン演奏を残した、こちらの全集を聞いていきましょう。この全集で聴ける演奏を一言で言い終わらしますと、先ほども申し上げましたように活気だと思う。この演奏、もし本当にシェルヘンがベートーベンの書いたメトロノーム表示を正しく演奏しようとしたものであるならば、その点に関しては最近の古楽復古スタイルの取り組みに近いものになる。ただダイナミクスの的確の表現というのはかなりこだわりを持って再現されていますけれども、今一つ徹底されきっていないと思えるところもある。
ただテンポが速いということで、この当時にしては実に新鮮なフレージングの感覚が現れているということははっきり認められます。さて第1番、意外に端正で爽快感のあるいい演奏だと思います。テンポはそれほど違和感があるわけではない、耳慣れたものよりもやや早めかなという程度ですが、あまり極端な踏み込みがなくて、素直に生き生きとした清々しさのあるいい演奏だと思います。第2楽章なんかすごくいい進行だと思いますね。スケルツォもなかなか激しくかつ軽快ですが、いろいろ面白いのはフィナーレ第4楽章です。第2番になると面白みが増してきますね。第2交響曲ってすごく面白い曲で、私大好きなんです。これもしカルロス・クライバーが振ったらぴったりだったのにと思うくらいなんですが、シェルヘンの演奏では1番に比べてフォルテ、強音が鼻管をはみ出すギリギリくらいまで誇張されたものになっている。私もこれ昔は面白いなと思って聞いてたんですが、今聞いてみるとちょっといかにもガチャガチャした演奏です。そこが面白いんだということもできますけれども、あとこれ意外にテンポはそう苦しく速いわけではないですね。妥当なテンポだと思います。フィナーレだけが早めというよりも息が上がってしまっているほどに追い込み、突き進みの演奏ぶりです。そのためにちょっとしたもつれっていうのも耳につくんですけれども、いずれにしてもかつてのレコード用の録音とは全く違った面白さを聞かせる演奏です。さて第3番英雄、これはいろいろ聞きどころのある演奏です。これ第1楽章から一聴して快速テンポの大変な勢いのある演奏です。しかしただの爆炎系ではない。第2楽章なんか実に落ち着いた良いテンポで、演奏自体にも穏やかな広がりさえあります。それが響きの溶け合いにつながっている。葬送行進曲のクライマックス、慟哭のクライマックス部分にもどこか節度があっていい感じです。それから第3楽章の中間部、トリオ部分の細かいニュアンスがすごく活かされている。他の曲ならば勢いに任せて突き進んでしまうパターンも考えられるんですが、どちらかというとこの英雄、かなり丁寧に演奏されている部分が多いと思います。
これこの全集の中でも最初に聴くべき演奏、そしてもしかしたら9曲の中でも最も優れた演奏ではないかと思います。第4番第一楽章のアレグロ部分に入ってからはちょっと急かされすぎだと思う。細かいリズム、特に音ではなくて急シフがはしょられてしまって、それがどことなく落ち着かないものになっている。これではリズムが上滑りしてしまって、一見テンポが速くて生き生きしたもののようであっても息の上がったものになってしまう。かえってゆったりとした第二楽章の方にシェルヘンの思いがけない微笑みを見るようで楽しいですね。さあ第5番破綻調、これは音楽自体が大変緊密な音楽ですけれども、実は演奏は3番英雄ほどの凝縮したところが感じられない。シェルヘンの意気込みは残っていますけれども、どこか雑で曲に負けてるような気もする。こう言ってはなんですけれども、579という奇数番号、大雑把に言うとあまり成功していない部類のような気がします。もちろん楽章ごとによっても差がありますし、この5番も第2楽章なんかすごく美しいと思います。これをいいなと感じられる方もあるでしょう。そして海外発売の CD ではこの時のリハーサル風景の録音も残されています。はい、第6番田園、これもスマートと言えばいいのか、少々せっかちで細部に気が配られていない。メロディー主体で旋律の持つ表情をぐーんと強調したやり方、テンポこそベートーベンの指示に従おう、それによって新鮮さを出そうとしたのかもしれませんけれども、それだけでは限界があるんですね。悪いとは言いません。このシェルヘンにしてもカルロス・クライバーにしても、実際にはかなり古楽奏法的、古楽演奏的なアプローチをしているのに、オーケストラの編成、レンジ、具体的な演奏上の細かなニュアンスの表現やテクニックが追いついていない。なので結局ここ止まりみたいなものになっている。私は嫌いではありません。大オーケストラの響き、やや重みのある響きを残しながら速いテンポで爽快に演奏されるベートーベン、その分音楽そのものの持ち味というのが現れていて、やはり第5楽章フィナーレが聴いているうちに胸の熱くなる演奏です。交響曲第7番、シェルヘンのようなこうした演奏スタイルであればかなりエキサイティングな演奏になりうると思うんですが、この7番以外に効果が上がっていない。これはこの交響曲の特徴でもあるかもしれないんですけれども、全体がちょっと同じようなムードになってやしないかと感じてしまう。オーケストラの響きがスムースなので第二楽章もすごくいい演奏なんですけれども、一番私が感心したのは第三楽章ですね。フィナーレもまあいいですけれども、普通にすごいかなという感触ですね。第8番この全集の中でも有名な演奏ですね。とにかくテンポが速いというよりもフレージングの取り方が全く違っているんです。ディンパッ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 パンという3拍子じゃなくて、もうティータタタタトーンタタ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 ンという風に小節をまたいだフレージングが重視されている。
結果として全曲の演奏時間は22分、第一楽章なんか停止部の繰り返しもしていますから、いかに速いテンポをとっているかが分かります。ただそれにもかかわらず、第一楽章第二テーマの木管のフレージングなんか結構優美でレガート重視なんですよね。そしてまあこれ個人的にやや早すぎるとは思いますけれども、こういう運びだからこそ見えてくる音型モチーフというのがある。そうするとやはり昨今の息の良い古楽スタイルの演奏を彷彿とさせる部分もあるんです。しかし旋律の弾みというところまでは行ってない。その結果、極端な例ですけれども、ちょっとカラヤンの1960年代の演奏に似た音の流れというのがあります。これ面白いですね。さて第九、もう第一楽章からものすごい勢い、特に第三楽章、これデータとしては分かれませんが、既存の演奏の中でも最も早い、演奏時間の短いものではないでしょうか。この CD でも13分かかっているのに、シェルヘンのこのライブ12分をわずかに切っている。なおのことシェルヘンは1953年のレコードロックオンでは16分かけてるんですね。明らかに意思的に斬新なテンポをとっています。特に面白いのはフィナーレですね。このフィナーレ、歌が入るまでは荒れ狂った細部や接続にこだわらないすごいアラムシャな演奏ぶりなんですけれども、バリトン独唱以下、歌が入ってきてからは完全に標準テンポの定型枠内に収まったおとなしい演奏になってしまうんです。第一楽章から第四楽章が始まって歌に入るまでと歌が入ってからで、演奏のスリリングさが急に鳴りを潜め大人のムードになる。そのコントラストがおかしいですね。面白いです。しかしもちろんそのおとなしくなった後半もさすが巨匠のコントロールによるもので、しかも主観のない見事な演奏になっています。さて私ふと思い立ちまして、これ初めて日本で CD が出た時の評価はどうだったんだろうと思いまして、1990年10月号のレコード芸術を引っ張り出してみたところ、なんと樋口隆一先生が月評を書いておられました。樋口先生は準推薦扱いで、演奏は正直言ってかなり荒っぽいとされ、オーケストラの各楽器のセクションの技術上の問題、オーケストラ全体の響きの問題点なども指摘しておられます。そしてあるところから急に乗ってきたりするから音楽とは不思議なものだと、この演奏の特徴を掴んでおられます。この樋口先生の論評かなり面白いもので、直接引用したいくらいなんですけれども、とにかくこの演奏の快逆性、演奏のノリが楽しさにつながっている様子を各曲にわたって論じておられる。売り言葉の灼熱のベートーベンはまさに掛け値なし、ライブファン必聴の録音だと締めくくっておられます。はい、今日はヘルマン・シェルヘンが亡くなる前の年に指揮したベートーベンの交響曲全曲チクルス、なぜかこの時になって以前のシェルヘンのベートーベンとは全く違う生き生きとした鮮烈な勢いに任せたところもなくはない壮絶なライブ演奏となったこの全集をご紹介いたしました。高評価とチャンネル登録両方お願いいたします。